どうも故郷恋よです。ジャイアンツ戦3立てして2位浮上、ついにやってきた明日から阪神との首位攻防戦ということで、阪神のここが怖い。現在3カード連続勝ち越し中のタイガース調子がいい。さらに今シーズンのビジター戦では11勝8敗の貯金が3と、ホームランの満員の阪神ファンの環境だけじゃなくてアウェーの環境にも強い。これはセリーグトップの数字で、さらに今シーズンの逆転勝ちは22勝中11勝、約半分が逆転勝ちと、逆転のタイガースなんだけれども、それだけじゃなくて先制した試合でも今シーズン15勝4敗の貯金が11と、先制したらそのまま勝ち、点を取られたとしても中継ぎ陣がしっかりと踏ん張って、終盤ここぞの場面で打撃陣の一発、それは首位やわ。チーム防御率は 2.24 でリーグトップ、さらに中継ぎ防御率も 1.54 と、この逆転のタイガースの要因となっている今年も盤石中継ぎ陣。さらに1点差勝敗は11勝3敗と、接戦にも強いタイガース。そのタイガースとの首位攻防戦、怖いんですけど、なんとか頑張ってほしいなと思います。ということで、ここから選手見ていきましょう。まずはリードオフマン近本浩二、今シーズンは23得点でこれリーグ2、さらに7盗塁、これはリーグ1と、しっかりと1番としての役割を果たしている。ただこれだけじゃないのが、近本今シーズン得点圏は3割1分3厘と、やはりチャンスにも強い。去年のセリーグ得点圏打率リーグトップ、その数字をそのまま今年もチャンスに強い近本。さらに今月の得点圏打率は3割3分3厘11打点と、稼ぎすぎやろ。今月も3ホーマーで11打点、この11打点はリーグトップの数字だからね、1番か11打点リーグトップはおかしいって。さらにさらにビジターでの得点圏は4割カープ戦の得点圏は5割と、アウェーに強いカープキラー、得点圏5割はちょっとやばすぎないか。勝利への道を切り開くな、燃えるな近本。続いては去年の最多安打男、中野拓夢、今シーズンの得点は21で、これ近本に次いでリーグ3位の数字。2番打者としてしっかりと結果を残しているだけじゃなくて、今シーズン得点圏は3割と、近本についてチャンスに強い、このチャンスの鬼1、2番コンビ。さらにここ最近5試合も3割と調子がいい中野。さらにさらに今シーズンのカープ戦は3割2分1厘得点圏は3割3分3厘と、カープキラーでもある中野、さらにナイターでの得点圏は3割、ビジターでの得点圏は3割5分7厘と、夜に強い、アウェーにも強い中野拓夢。強い気持ちで勝利を目指さないでくれ、打たないで走らないで中野拓夢。続いては2年目じゃない男、森下、今シーズンのビハインド値の得点圏は4割4分4厘と、逆境に強い森下。さらに7回打率は3割5分7厘9回打率は4割2分9厘、終盤にも強すぎる、2年目じゃないって。豪快なパワーで夢をつかまないでくれ、渾身のフルスイングでかけるな森下。続いては4番大山悠介、今シーズンのマツダスタジアム3割3分3厘得点圏は5割と、マツダでよく打つ大山、
さらに前回カードでは2試合連続タイムリーなんかもやっちゃって、ここ最近調子も上げてきた大山、悠然と振り構えたバットに我らの夢を乗せ、泣いてくれスタンドへ弾き返した栄光をつかむその日は来ないでくれ、主砲の一打をここでは、泣いてくれ勝利に導かないで大山雄介、続いてはナベロ、開幕は2軍スタートだったんだけれども、1軍に上がってきてから4試合連続ヒットの打率は4割と、2軍でも打率2割4分だったんだけれども、上がってきてから1軍では結果を残す男ナベロ、ガッ飛ばすな量、続いては松田キラーシェルドン、今シーズンの松田では4安打なんかもやっちゃったりして、打率は5割5分6厘、得点圏は5割打ちすぎシェルド打ちすぎ、さらにビジターでの得点圏も3割並ぶ5厘と、もうとにかくアウェーに強いシェルド、さらにさらに終盤打率は3割4分2厘と、ここ一番でヒットが出ている男、さらに日曜日の試合も4打数3安打、今調子爆上がり中のシェルドン、勘弁して豪打炸裂すんな、飛ばされてるのドンとゴートゥービクトリー、続いても松田キラー、強くの8番キラーミー、今シーズンの松田打率は4割2分9厘、得点圏も3割3分3厘と、さらにカープ戦でも3割、この下位打線が怖い、これで下位打線はおかしい、さらにさらに5月の得点圏は3割6分4厘と、今月調子がいい木浪、日曜日の試合でも3打数2安打3打点と、あげあげ木浪、熱き心をスイングに乗せ、泣いてくれ行くだけ浪、勝利を目指すな、続いても松田キラー坂本選手、今シーズンの松田打率は5割得点圏も5割と、4打数2安打3打点、同点だ逆転だ中押しだダメ押しだ、これ全部坂本誠志郎にやられた試合もあった、松田であったよ成長、さらにカープ戦でも3割8分5厘得点圏も3割3分3厘と、とにかくカープキラーの成長、狙いを定めるな強気で攻めるな、お前の時代は気づかないでくれ、もうぶちかまさないで、続いてはことおこし糸原、今シーズンの打率は3割3厘、そして得点圏は5割と、チャンスに強すぎる男糸原、さらにビジターでの得点圏も4割ナイターでの得点圏は5割と、アウェーの環境夜に強い男ことおこし糸原、さらにさらに5月の得点圏は4打数3安打7割5分ここ最近調子がいい糸原、この糸原代打でもよく打ってて、代打打率は3割1分3厘、得点圏は3割並ぶ5厘もいいってこと、起こし必殺仕事に糸原、誰かには劣ってくれ、がむしゃらに走り抜けるな、リリースクードロスの電力で切り込まないでくれ、今ここで燃え盛らないで、続いてはグッチ原口、今シーズンの得点圏は3割3分3厘、さらに代打での得点圏は4割と、糸原に続いて代打の切り札原口、ここに立つために鍛え抜かないでくれ、原口の全てを見せるな、震わせるな、続いては右京、今年の終盤打率は4割と、若手なのに終盤に強い、さらに代打での打率も3割3分3厘と、代打の切り札何枚いるんだタイガース、
かっ飛ばすな右京。続いてはミユサス。今シーズン2軍スタートだったんだけど、2軍で得点圏3割3分3厘と結果を残して1軍へ。去年のマツダスタジアムでは3割1分3厘、得点圏は3割3分3厘とよく打っていたムードメーカー見えちゃう。一直線の打球へをスタンドへ突き刺すな、ホームラン打つな、ミエセス、ラララララララ、バモスすんなミエセス、バモスすんなミエセス。ということで本当に怖いタイガース打線、チャンスも作れて足も使えて、さらにチャンスにも強い上位打線、最近調子が上がってきた大山、終盤に強い森下、さらにカープキラーの下位打線、せいちゃんシェルドンキラミ、怖すぎるタイガース打線なんですけどね、なんとか抑えてほしいなと思います。続いては先発陣、火曜投げてくるのは村上頌樹、水曜投げてくるのは大竹耕太郎、さらに木曜は西明と、怖すぎるこの先発ローテ。夏は明日の推薦のことが現れた去年のセリーグ MVP 男村上頌樹、今シーズンは7試合投げて防御率は驚異の 1.30、 これはセリーグ2位の数字。いや去年いきなり出てきてあんだけ活躍したら2年目のジンクスで、今年そうでもないじゃんか、普通なのにこの数字とおかしいって。さらに45奪三振、これもリーグ2位の数字、しっかりと奪三振能力もあると。さらにさらに6試合連続クオリティスタート中の現在好調村上頌樹、ちょっと炎上したのは1試合目だけ、それ以降はずっと綺麗なピッチングをしている村上頌樹。さらにさらに今シーズンのカープ戦は3試合投げてるんだけど、1試合目は7回自責点0、2試合目は9回自責点1で完投勝利、さらに3試合目も7回自責点0と完璧ピッチング、3試合放って3ハイクオリティスタートの防御率は 0.39、 おかしゃおかしゃこれよ、おかしゃ。続いて2戦目はカープキラー大竹耕太郎、去年は7試合投げて6勝0敗、防御率は 0.57 とカープキラーすぎる。中でもマツダスタジアムで4試合放って4勝0敗、防御率は 0.68 怖すぎる。水曜日今年のカープ戦でも6回投げて4安打1失点と素晴らしいピッチングを見せつけられたカープキラーの大竹耕太郎、さらに今年は大竹投げるよく援護してて、援護率は 5.09 と仲間から愛されている大竹耕太郎。3戦目は西勇輝、今シーズンは5試合投げて防御率は 1.57、 4試合連続クオリティスタート中と調子いい。さらに前回の試合では年間の初勝利を挙げたということでね、今ノリノリの西勇輝。さらに今シーズンカープ戦でも8回を投げて5安打無失点と素晴らしいピッチングを見せつけられたんでね、もう本当にこの3枚、セリーグ MVP の村上、カープキラーの大竹、今年好調の西勇輝、怖すぎるんですけど、なんとかここから手を取ってほしいなと思います。で明日の先発はカープ床田、タイガースは村上頌樹、今年4試合目のマッチアップというこの2人ということで、カープ戦得点圏5割、ビジターレの得点圏4割のリードオフマン近本に気をつけつつ、カープ戦得点圏3割3分3厘対床田3割のカープキラー中野に気をつけつつ。
ビハインド時の得点圏4割4分4輪9回打率4割2分9輪の2年目じゃない男森下に気をつけつつ、松田打率3割3分3輪得点圏は5割2の調子が上がってきた男大山に気をつけつつ、現在4試合連続ヒット中打率は4割の鍋郎に気をつけつつ、対床田4割4分4厘松田では5割5分6厘の松田キラーしてるのに気をつけつつ、対床田3割7分5厘松田では4割2分9厘のこれまた松田キラー恐怖の8番キラーミに気をつけつつ、カープ戦3割8分5厘松田打率5割のまたまた松田キラー何いるんだせいちゃんに気をつけつつ、今シーズンの得点圏は5割代打打率3割1分3厘のこと起こし糸原に気をつけつつ、今シーズンの得点圏3割3分3厘代打での得点圏4割の代打の切り札ぎょっち原口に気をつけつつ、中盤打率4割代打打率3割3分3厘の代打の切り札3枚目右京に気をつけつつ、去年松田打率3割1分3厘得点圏は3割3分3厘のムードメーカーミエセスに気をつけつつ、今シーズンは7試合投げて防御率 1.30、 現在6試合連続クオリティスタート中、カープ戦では3試合投げて3ハイクオリティスタート防御率は 0.39 の彗星のごとく現れたセリーグ MVP 男村上頌樹をなんとか崩してカープ頑張ってほしいなと思います。ということでね、待ちに待った首位攻防戦、本当に怖い選手ばっかり、熱い試合を期待してます。で、僕はね、明日からの3連戦全部現地なんでね、もし見かけた方いたら声かけてください。ということで以上、故郷こいよでした。何試合出てくんだ故郷こいよ。命かけた勝負の舞台、恐れずに進め。